肌や髪のツヤがなくなってきたななんて思っている方もいらっしゃるんじゃないですか。諦めないでください。最先端の研究で、老いない時代がやってきておりますよ。育毛効果なんですね。育毛効果、はい、で試しにウロリチンもやってみようということで、うんうんうん、実はそのテストをしてみました、うんはい、ウロリチンを塗ったマウスでは毛が生えてくるというのがよく分かりました。肌に対する効果も見ています、はい、その皮膚の細胞に直接ウロリチンをかけてみました、うんうん、皮膚の細胞が持っている長寿遺伝子が活性化されることが分かりました、うん、活性化されると実はシワが改善したり、セラミド合成が高まったりバリア機能が高まったりそういうことが最近よく分かってきてます。シワ改善であったり、セラミド合成を上げたり皮膚の改善に役立つんではないかという結果が少しずつ出始めてきています。